オリバー・クリスチャン・ボス・ビー・シェルは1889年から1894年までアメリカ合衆国造兵局フィラデルフィアの監督官を務めた。南北戦争では敵の行動によって最初に負傷した北軍兵だと主張してもいた。その部隊が1861年4月にボルチモア氏を抗軍中に南軍同調者が投げた物体によって額にあざを作った。 ボスビーシェルはミシシッピ州で生まれた。その両親はフィラデルフィアの出身であり、ボスビーシェルはペンシルベニア州スクーカル郡で育った。鉄道で短期間働き、法律を勉強した後で南北戦争が勃発した時に北軍に入隊した。ペンシルベニア第25志願兵連隊で短期間任務に就いた後、 ペンシルベニア第48志願兵連隊に移り、以後3年間その隊で務めた。第2次ブルランの戦い、サウス山の戦い、アンティータムの戦いなどに参戦した。少佐に昇進してその連隊を率いたが、1864年10月に、長兵期間満了となり、休暇は拒否されたので除隊になった。その後ボスビーシェルは、ペンシルベニア州に戻り、 二つの事業に就いたが成功しなかった。共和党の政治にも関わり、退役兵の団体であるグランドアーミー・オブ・レパブリックの活動に参加した。1869年にフィラデルフィア造兵所の地位に指名され、1876年には貨兵中造主任、1889年には監督官に指名され4年間務めた。ボスビーシェルの造兵所の部下の一人が、 金の延べ棒を盗み、容疑者が逮捕された時に全てが回収できなかったので、ボスビーシェルは、その損失の責任を取らされた。1899年には、議会の法によって、その法的責任を回避された。その後は、保険会社の役員となり、1921年に、死んだ。オリバー・クリスチャン・ボスビーシェルは百三十九年一月三日に、ミシシッピ州、 ビックスバーグで生まれた。父は同名のオリバー・クリスチャン・ボスビー・シェル。母はメアリー・アンだった。両親ともにフィラデルフィアの旧家の出身であり、ビックスバーグには一時的に住んでいただけだった。父はトンヤ業に従事していた。その倉庫を破壊した火事の時に消火に当たっていて、機関支援を患らい、その健康を回復することを期待して、船旅を行って、 フィラデルフィアに戻った後に死んだ。その8週間後に息子が生まれ、母のメアリー・アンは新生児を連れてミシシッピ州からペンシルベニア州スクーカル郡にあった母の父の家に戻った。ボスビーシェルはそこで成長し、地元の公立学校に通った。15歳の時に学校を卒業し、電報配達員となり、さらにその後の3年間はその分野の様々な職についていたが、 その後法律分野の職を求めることを決心した。まず弁護士のフランシス・ W ・ハグビーについて法律を勉強し、その後王子のウィリアム・ホイットニーについた。両人ともポッツビル市に住んでいた。1861年南北戦争が勃発した時、ボスビー・シェルはまだ弁学中だった。1861年4月15日、エイブラハム・リンカーン大統領が アメリカ合衆国を守るために戦う志願兵5万人の招集を呼びかけた。翌日、ボスビーシェルは地元の民兵隊であるワシントン砲兵隊に入隊し、すぐにワシントンに向かった。その途中の4月17日、ボルチモアの通りを行軍する必要があった。南軍同調者の敵対的な群衆が集まっており、ボスビーシェルがその後一生語っていたことによれば、 石ともレンガとも様々に表現した飛び道具を当てられた。それは大きなあざを作り、一時的に失神していたが、出血はなかった。ボスビーシェル兵士は、北軍側で最初に負傷したものとされ、その数分後に飛び道具で肌を破られた、アフリカ系アメリカ人重木が、北軍のために初めて血を流したものと見られた。しかし、ボルチモア暴動の公式記録では、 ボスビーシェルが負傷者に入っていない。ワシントンでは部隊がアメリカ合衆国議会議事堂の上院会議場側のレディースギャラリーを宿舎にした。4月18日にワシントンに最初に着いた350人のペンシルベニア州兵士は第一守備隊と呼ばれ、戦後その生存者がその名前で同好会を結成した。彼らが議事堂に泊まっている間にリンカーン大統領、 国務長官のウィリアムス・ワード、陸軍長官のサイモン・キャメロンが訪問してきた。ボスビー・シェルは、リンカーンのことを回想して、そう、ここの部屋の中にいるすべてのものの上にそびえているのは、戦争の偉大な中心人物だった。私はその顔の親切そうな様子、その腕と足がぎこちなくぶら下がっていること、共和国最初の兵士たちを前に明らかに、恥ずかしがっていること、彼の態度に重大で、 むしろ陰気なものがあることに印象を受けたと記していた。ワシントン砲兵隊は、ペンシルベニア第25志願兵連隊 H 中隊に再編され、ポトマック側を下って、ワシントントリデに送られ、そこの防御度を上げるために3ヶ月を費やした。ボスビーシェルは、正規軍の注意人間を提案されたが、志願兵任務を好むと言って辞退した。この中隊の徴兵期限が明けた時、 ボスビーシェルは、ペンシルベニア第48志願兵連隊、G 中隊将尉として北軍に再入隊し、1861年10月1日から、丸3年間務めた。少佐の制服のオリバー・ボスビーシェル。ボスビーシェルは、再入隊後、約1ヶ月、ハリスバーグで、連隊付き長兵担当士官だったが、11月1日、連隊と共に、バージニア州、モンロー取り出から、 ノースカロライナ州ハッテラスに船で移動した。そこで、ボスビーシェルは、連隊の副官代行として、また軍法会議では、法務官を務めた。アンブローズ・バーンサイド将軍が、ニューバーンを攻撃したとき、バーンサイドは、第48連隊の6個中隊を引き、ボスビーシェルも連れて行った。ただし、G 中隊は北軍に入っていなかった。1862年4月と5月。 ボスビーシェルは連続して中位と大位に昇進し中隊長となった。その後は中隊を率いて第二次ブルランの戦い、アンティータムの戦い、フレデリックスバーグの戦いに参戦した。フレデリックスバーグの後で再度軍法会議の法務官になった。1863年初期に連隊が西部に移動するとボスビーシェルはケンタッキー州ルイビルの憲兵司令官になった。 ルイビルに駐屯する間に休暇を得て、ペンシルベニアの家に戻り、牧師の娘マーサステムと結婚した。1863年9月、連隊がテネシー州での北軍の行動に加わるために移動を命じられると、ボスビーシェルは、第48連隊が入っている、第9軍団第1旅団の副参謀補大行となった。そこでブルースプリングスの戦いや、キャンベルズステーションの戦いで戦い、 ノックスビル包囲戦に参加した。1864年、連隊の補充を行うために再びペンシルベニアに戻った。旅団の役職に戻ると、オーバーランド方面作戦では、アフリカ系アメリカ人の部隊を指揮した。1864年7月10日、ボスビーシェルは、少佐に昇進し、第48連隊長就任を命ぜられたが、一時的に旅団の役職に止まっていた。 この時北軍は南軍の首都リッチモンドの南にあるピータースバーグを包囲していた。第48連隊の指揮官代行だったヘンリー・プレザンツは文民の時には鉱山技師であり、南軍の前線の下にトンネルを掘って大きな爆弾を爆発させる作戦を立てた。数週間にわたる準備を行った後、その爆弾は7月30日に爆破され、 南軍の前線に大きな穴を開けた。南軍は最初の衝撃が収まった後で兵士を再集合させ北軍のヘマにも助けられて前線を破る動きを撃退した。クレーターの戦いと呼ばれたこの戦闘でボスビーシェルはアフリカ系アメリカ人部隊を指揮しており400名以上の被害を出した。プレザンツワがロバート・ビーポッター将軍の参謀に昇進したので ボスビーシェルが1864年8月2日に第48連隊長になった。ボスビーシェルはその部隊を率いてグローブタバーンの戦いとピーブルのーエの戦いに参戦した。1864年9月、個人的な要件でペンシルベニアに戻るために休暇を取ろうとした。これが拒否され、ボスビーシェルの3年間の徴兵期限が切れていたために、 1864年10月1日付で除隊となった。二代目のフィラデルフィア造兵所ボスビーシェルはポッツビルに戻り、最初は銀行業に入り、その後本と文具の商売を行ったが、どちらも散々な結果だった。共和党員として1866年にスクヨカル軍の主席初期間選挙に出馬したが、落選した。戦後間もなく、 北軍の退役兵による組織グランドアーミー・オブ・レパブリックが設立された。ボスビー・シェルは主席書記官の選挙運動中にスクーカル軍の支部組織化を求められたが候補者という位置づけにあったのでこれを断った。しかし翌年、グランドアーミー・オブ・レパブリックに加入し、ポッツビルで第24支部を組織化した。間もなくスクーカル軍畜指揮官となり、 1869年には、ペンシルベニア州の部門長に選ばれた。1869年、ボスビーシェルは、フィラデルフィア造兵所の予託金登録者として雇われ、同市に転居した。貨幣中造主任のエーラウドン・スノーデンは、1876年、スノーデンが郵便局長になるために造兵局を去ると、ユリシーズ・グラント大統領がボスビーシェルを、 貨幣鋳造主任に昇進させた。グラントは1876年12月14日にボスビーシェルを指名し、12月26日にアメリカ合衆国上院によって、その指名が確認された。貨幣学歴史家の旧デビッド・ボワーズによれば、ボスビーシェルは貨幣鋳造主任である間に、造幣局の設備と時代遅れの型を使い、1873年、 1875年、1876年のものを含め、マレなサンドル貨幣を鋳造した。ボスビーシェルの人気中、パターンコイン、再鋳造、及び異なる金属で打たれた貨幣が大量に、コネのある収集家やディーラーに流れた。また、ボスビーシェルが退職後間もなくそのような貨幣の個人的な収集品を大量に売却した。 ボスビーシェルは1885年初期まで貨幣、中蔵主任を務めた。グロバー・クリーブランドの第一次政権が近づき、民主党員が造兵局の役人に指名されたので、ボスビーシェルはフィラデルフィア市会計監査役の主席書記官の職を確保した。ボスビーシェルは共和党員であり、フィラデルフィア市は民主党が抑えていたにもかかわらず、雇われたのは会計監査役のロバート・デシャートと、 友人だったからだった。ボスビーシェルはグランドアーミー・オブ・レパブリックとの関わりを続け、1876年にはフィラデルフィアで開催された第10回全エンキャンプメントの手配を行う委員になった。1879年、フィラデルフィア市の第二ポスト指揮官に選ばれた。ペンシルベニア州軍の第二連隊にも加入し、1878年には、少佐、 1880年には中佐に選出された。衆軍の制服を着たボス・ビーシェル。1893年の規範が1889年10月17日、ベンジャミン・ハリソン大統領がボス・ビーシェルをフィラデルフィア造兵所の監督官に任命した。上院の会期中ではなかったので、ボス・ビーシェルの任命は休会任命となった。1889年11月1日に、 就任先生を行った。その職の初日に花束を持って出迎えられ、職を求める人々の大量の手紙も受け取った。この時責任を持たされた造兵所の資産に対する受け取りを書き、前任者の計算書に過護がないことを確認した。同年12月16日に上院が会期に入り、ハリソンがボスビーシェルを任命した。翌日、 バーモント州選出上院議員ジャスティン・モーリルが、ボス・ビーシェルの任命が挙げられる、上院財政委員会のために、ボス・ビーシェルの任命を確認することを推奨した。上院は12月19日に確認した。1890年、ボス・ビーシェルは、当時破産していた、キーストン国定銀行に、国の資金4200ドルを預けた。ボス・ビーシェルは、 自分の年収に比べて300ドル少ないだけの、その負債に対して責任があり、分割して、それを返済し、1894年に完済した。同年8月、衆軍連隊の大佐に選出された。ボスビーシェルは、仲間の主官の幾人かに嫌われていたので、この選挙は予想外に接戦だった。1892年7月のホームステッド暴動に、続いて、 ペンシルベニア州知事ロバート・ E ・パッティソンがストライキで荒れた町に秩序を取り戻すために民兵隊の出動を命じた。ボス・ビー・シェルはホームステッドの町に前衛連隊を率いて行った。そこではストライキ参加者が抵抗しなかった。1893年8月、ボス・ビー・シェルは中軍任務から退役した。メダルに描かれたボス・ビー・シェル ポリシホのジョージ・ T ・モーガンがデザイン1873年にアメリカ合衆国議会が監修を廃止する前は政府が銀を金と同様な法定通貨にしていた。このことで1800年代後半には大きな政治論争の一つに結びついた。多くの者が1873年以前の方に戻すことを要求しており、そうするために政府が すべての銀を回収して銀貨に打ち直すことを必要とした。1891年1月3日、自由銀提唱者2人が大きな銀貨を持ってフィラデルフィア造兵所を訪問し、それを貨幣にすることを要求した。計量係がこれを拒否すると、彼らはボスビーシェルを出すように要求し、ボスビーシェルは彼らにあったが、その要求は断った。しかし、 彼らの要求に合わせて大衆が持ってくる銀の貨幣鋳造を法が禁じていると文章を書いた。ボスビーシェルはバーバー貨幣、コロンブスハンドルカ、イザベル4分の1ドルカなど新しい効果を鋳造した時に造幣局、監督官だった。1893年に発行された4分の1ドルカの場合、 そのデザインについて造幣局の中で相談に乗り、当初そのデザインのために雇われていたキャロライン・ペドルに手紙を書き、貨幣に描かれるカステ。それから間もなく、ペドルはこの計画から目を引いた。1892年、クリーブランドが一機置いて、再度大統領に当選した。民主党が力を取り戻し、1894年3月下旬、造幣局支配人。 ロバート・プレストンがボス・ビーシェルに、その地位を友人タウンゼンドに引き継ぐよう求めてきた。このことは、造兵所にある1000とかや5000とかまですべてを数え直すことを必要としていた。ボス・ビーシェルは、監督官として、その担保について保証人と相談した後、数え直しが終わるまで辞任することに抵抗したが、それでも指示された1894年3月31日には、 辞任することになった。ボスビーシェルは1893年2月にフィデリティ国定生命保険会社の副社長に選出されていた。同年12月、その代わりに財務官に選出され、1908年まで続けることになった。ウィリアム・マッキンリー大統領が分析評価委員会1898年の委員にボスビーシェルを指名した。 晩年のボス・ビーシェル1893年9月、フィラデルフィア造幣所で大きな窃盗事件が発生した。軽量係のヘンリー・コクランが1887年に封じられた金庫室から密かに金の延べ棒を抜き取っていた。その部屋は一体型のドアがなく、格子のドアがあったが、いくらか緩かった。ボス・ビーシェルは前任者のダニエル・ M ・フォックスから、 フィラデルフィア造形所の資産を引き継いだ時に金の重量を測ることを求められなかった。1893年に金を持ち出して貨幣に鋳造された時にその不足が分かった。いくらかの金は取り戻されたが、それでも12,810.82ドル相当の金が不足し、ボスビーシェルが1894年に辞任した後で政府は彼を訴え、 彼と担保の保証人に対して不利な判断を確保した。ボスビーシェルはアメリカ合衆国構想裁判所第三巡回裁判所に控訴したが結局不利な裁定が下った。地区裁判所は亡くなったと言われた議員733ドルについてはボスビーシェル有利の裁定とし金だけを問題にした。ボスビーシェルは最高裁判所の審査を求めたが 議会による救済も求め、1899年2月2日、議会がその法的責任を回避させ、訴訟を無効にした。1898年、米西戦争が勃発し、ボスビーシェルはペンシルベニア州軍第19連隊を編成してその連隊長を務め、祖国防衛に使われた。 この任務は1898年8月から1899年11月まで続いた。ボスビーシェルはグランドアーミー・オブ・レパブリックの他にも多くのことに興味を持ち活動した。聖公会協会ではフィラデルフィアスクイヌシ教会の教区委員となった。長年聖火隊を指揮し、日曜学校にも関わり、監督官ともなった。 自分の連帯の戦時の経験を記念するために1895年には戦中の第48連帯を出版した。その他にもいくつか退役兵の団体に加入した。ロジオブメイソンズ大学の理事会議長を務めた。系譜学に興味を抱き、1910年頃にクリスチャンとエリザベス・ボスビーシェルの子孫たち、1782年から1910年を出版した。 オリバー・ボスビー・シェルは、卒中をわずらった後の1921年8月1日に、死んだ。その後には、子供の一人、オリバーと数人の孫たちが残った。妻のマーサとの間には4人の息子がいた。マーサは1914年に死亡していた。長男のネイさんは23歳の1888年に、ロサンゼルスで死んでいた。書籍その他の出典、ありがとうございます。